さあ第2ラウンドが始まりました。ここで下がるじゃないですか岸本が、はい、ダブルレッグでいいんでこう、あジャブ、うん、蹴りが短いんですよ、はい、なんで左から右出します。イメージが良くないから久保さん、中村のパンチがいいですね。しかしそうですね、ここでタックルいきます。右脇を刺します。ああいうってね、あの圧力かけてだけでも見栄えがいいですよね、はいはい、とにかく戦いにこだわりがあります中村大輔。コスチュームもこだわり、黒いショートタイツ、そしてレガース、これが優に憧れ続けた中村大輔のこだわりです。なっちゃってるかな、右試合になりました。左ジャブダブルレッグでいいんですよ岸本、ダブルレッグでいいんですよ。あ左入った、ちょっと青木さん、ダウン、打ち気になってますか。ダウン苦しいけどダウン、これまとめられたくないですよ、なんとかして戻したいですね、はい、あの今の左フックというか左のパンチが効いてしまったのはしょうがないんで、ここなんとかして戻したいですね、はい、もあのどうしても岸本寄りのセコンドになってしまうのは申し訳ないんですけど、はい、どうなんかあの毎日頑張ってる子だから勝ってほしいんですよね、はい、うん、頭のいい子だし。さあ回避して、逆の展開ですね、そこそこ足を取りに来る、アームロックで言っていいですか、はい、岸本はやっぱこのアームロックはやめた、あ違う二番はやめた方がいい、ははなんでかというと疲れるから。なるほど。さあそして十字架、十字架得意の腕十字、腕十字ここで繰り出した、ここで繰り出しました、得意の腕十字を狙いに行く中村大輔、これが中村大輔、決まっちゃうから決まっちゃうから、いやこれは久保さん止まっちゃダメです、これサブミッションが強いんで、はい、仕掛ける中村もかなり力使いますよね、はい、これは使うところだと思いますね、はい、はい、勝負をかけま す、ね、中村も勝負をかける腕十字、こだわりの腕十字を狙いに行く、腕十字とはこれ中村の引き方だ、さあどうだ、こだわりの腕しぎ、腕しぎ、腕しぎ、さあどうだ、腕しぎ、腕が伸びるか、伸びるか、伸びるか、さあどうだ、どうだ、どうだ、これはまだまだ確保したい、まだ確保したい、伸びる、伸びる、伸びてるか、回転した、回転した、仕事逃げる、仕事粘った、こだわりの十字を粘りました、まだ行きますね、肘が相当いってるはず、ははかなり無理しましたか青木さん、無理しましたね、そして熊高さん、また仕掛けると思います、中村もう一回いきますよね、はいはい、中村何回でもいきますからね、こだわりの腕十字バックに回ります、扱うか、岸本はかなり消耗したか、しかし中村も消耗してますね、はい、消耗したと思いますね、はい、今かなり力使いましたからね、あそしてこれは首を掴んでいる、抜けます抜けます抜けます、足元が二人がまたリングの中、上からパンチ、中腰の体勢から打つ、下になっています中村、岸本は一回これで仕切り直したいですね、はい、いやしかし青木さん今の十字固めはよく耐えましたね、いや痛いと思いますよ、どっちの腕かあの分かんないんですけど、はい、痛いと思いますよ、おそらく熊高さん、はい、今どちらでしたかね、左の腕じゃないですか、うん、上になっている岸本、下からクロスガードは中村です、かなり腕が伸びたように見えましたが耐え抜きました、また止まってきましたね、そしてもう一回行く、アームバー、アームバー、いやーガードポジションこれ油断できません、やはり熊久保さん、はい、バリエーション持ってますね、持ってますね、自信持ってますね、十字という技にね、残り1分を切りました、上になった岸本、上になってますけどスロードラック取った取った取った、肩固めの体勢取った、肩固めの体勢だ、ここから足を脱いでいくか、足はまだ絡んでいる、マウントになった、マウントになった、取りました、首を抱えています、あの中村は首を抱えている、大きいキャッチがあるんでこれ殴って何か次のラウンドに投げた、下から足を使う、密着しました、残り30秒を切りました第2ラウンド、ちょっとでも木下さんの動きがちょっとかなり消耗してますね、はい、パンチ打てませんね岸本、残り30秒、青木さんちょっとパンチも力ないですね、お互い苦しいと思います、下からも中村パンチを放ちます、
岸本も上から放ちますが、ここでゴング、第2ラウンドが終了。さあファイナルラウンドが始まります。始まりましたファイナルラウンド。まずはローキック中村。上がってさりげなくパンと合わせてからうまいですよね、中村選手は。岸本はミドルキック左ジャブ。岸本下がっちゃダメだ、ジャブじゃないパンチでいいんだ。左ジャブを出します。ジャブじゃなくても振ってバイアナでいいんですよ。あかなり疲れている。あ右入った、中村の右ガードを下げて打つ中村独特のスタイル。打っちゃっちゃダメなんですよ岸本は。ちょっとしかし打ち合ってますね、左から右出しました。前に出る、ここでタックルを混ぜる、もろ差しになりますが、苦しいと思うんですよ、ここ頑張ってほしいです。あの中村選手も苦しいし、岸本選手も、はい、苦しいんですけど、中村が差し返す、差し返す、ここ、諦めずに、左を差し返しました、岸本は仕事辞めても、まあ、全員そうなんですけど、仕事辞めて、これで専業でやってるわけなんで、はい、なんとかして勝ってほしいですよね。あのまあ、レールに乗った人生捨てて頑張ってるわけだから勝負してほしい。ここは気持ち、この試合で勝つか負けるかで今後の格闘人生が左右されます。大きな分かれ道、自分が何の選手かっていうのをもう一回思い出して、組で勝ってきたんだっていう、まあ、やってきたことをそのまま貫き通せるかどうか。すごく苦しいと思うんですよこの、はい、右頭の右、A、左ジャブ、そうですね、そしてもう一回行く、タックル行く、さあどうだ、テイクダウンできるか、胴から行きますが、中村が上になるか、中村がここで上になる、あーこれは大きい、これは大きい、そしてもう一回順位が飛び行く、順位が飛び行くか、あと体勢を入れ替える、岸本も体勢を入れ替えました。バックに回ります、これはバックを取らせてのアームロックいきますか、どうですかという感じですよね。いや岸本これちゃんとバック来てバックチョク取る、はい、バックチョクいきますか。あのままパンチで行ってもよかったんですけどね、もうやっぱ一本へのこだわりですよね中村選手の。いやー鼻から鮮血、岸本鼻から鮮血、サッカーボールか、あー距離を詰めます。あ膝、残り30秒切りました。下から中村はアキレス腱か、ヒールホールド、ヒールホールド回転する、これは青木さんどうですか、大丈夫ですか。決まってないです、決まってませんか。岸本逆の足で顔蹴りたい、膝十字か、そしてもう1回ヒールに行くか、残り10秒、2人ともかなり消耗している。岸本はパウンドか、残り時間がもうありません、踏みつけか、どうだ、あパウンドを打ちます、パウンドを打ちますが、ここでゴング試合終了、判定に入ります、勝負は判定決着、3ラウンド2人は戦い抜きました。頑張った頑張った。いやー青木さんすごい試合でしたね、よく頑張ったと思います。熊久保さんいかがですか。いや本当2人ともね主力を尽くした試合ですよね。あの本当このねこう目まぐるしくやっぱ攻防が入れ替わる試合というのは見応えがありますよね。はい、いや本当にこの2人ともキャリアはほぼ同じぐらいなんですけども、はい、何かこう2人がこれまで歩んできた道のりというのが、はい、戦い模様から見て取れますよね。そうですね、まあ、特にやっぱ中村選手が、ね、やっぱあのね残り時間わずかでやっぱりまた決めに行くっていうのはですね、やっぱ本人のやっぱねスタイルのこだわりっていうのを見せますよね。はい、まあ、本当お互い素晴らしい、お互い素晴らしい、まだこの結果が出る前から2人に対して大きな拍手が送られます。超満員の後楽園ホールのお客さんから大きな拍手が送られました。さあそれでは判定が発表となります。ジャッジ植木、赤中村、まずは中村、ジャッジ芹沢、赤中村、中村大輔新チャンピオン、ジャッジ庄司、赤中村、ジャッジ庄司、赤中村、以上5対0にしまして、判定は5対0、中村大輔が新チャンピオン、初めてベルトを手にしました。やはり熊久保さん、はい、あの2ラウンドがもう分かれ目でしたね。そうですね、やっぱ11位ですね。うーんでもね本当2人とも戦いましたよね。